番綺麗な色ってなんだろう、一番光ってるものってなんだろう、僕は探してた最高のギフト、君が喜んだ姿をイメージしながら、本当の自分を見つけたいって言うけど、生まれた意味を知りたいって言うけど、僕の両手がそれを政治にも綺麗とは言えないけど、白か黒で答えるという何だ色を突きつけられ、打ち当たった壁の前で僕らはまた迷っている、迷ってるけど白と君に似合う色探して、優しい名前をつけたらな、ほら一番綺麗な色今君に送るよ、地平線の先にたどり着いても新しい地平線が広がるだけ、もうやめにしようか、自分の胸に聞くとまだ歩き続けたいと返事が聞こえたよ、知らぬ間に増えていった荷物もまだなんとか背負っていけるから、君の分まで持つよ、だからそばにいてよ、それだけで心は軽くなる、果てしない旅路の果てに選ばれるものとは誰、たとえ僕じゃなくたって、それでもまた走っていく、走ってゆくよ、降り注ぐ日差しがあって、だからこそ日陰もあって、その全てが意味を持って、互いを称えているのなら、もうどんな場所に行っても光を感じれるよ、探せた
麗な色ってなんだろう、一番光ってるものってなんだろう、僕は抱きしめる君がくれたキスを、いつまでも胸の奥でほら光ってるんだよ、光り続けんだよ。